はい、どうも皆さん、ケジオです。メダロットエースやっていきたいと思います。いやーね、エイプリルフールなんというか、まあ、楽しみにしてたんですよね。やっぱソシャゲのね、一大イベントの中の一つですよね、そのエイプリルフールっていうのが。でこのメダロット S でもね、そのエイプリルフールどんなんなるんかっていうのを、まあ、楽しみにしてて、まあいざ開いてみたんですけど、最初やった時マジびっくりしましたね。あれバグったかと思いましたもんザザってなって、で、あれ多分初代の画面よな、うん、にまあまあメダロット S が初代の画面風になってみたいな感じのエイプリルフールで、いやでも演出としてはすごい良かったっすね、あれ。うん、なんか懐かしいというか。あとは、あれかな、1日限定ファンシーエールガチャがあって、うん、みたいな感じやったかな。いやーね、なんかもうちょっとね、その、イベントのとか、その敵と戦う とこの内容が、なんか初代のゲームボーイ風のね、メダロット風とかやったらもうちょっと面白いかなとか思ったんですけど、まあ、いかんせん大変やと思うんでね、それすんのは、うん、まあまあしょうがないかなと思いつつ、まあでもあのオープニング見れただけでもね、オープニングというかタイトル画面見れただけでも結構良かったかなと思いますね。はい、ということで今回はまあちょっと遅れちゃったんですけど、うん、あ、そう、エナジー配布もあって、いやーマジメダロットエースの運営すごいっすよね。やっぱコロナの影響でやっぱ外出れないということで、これ2回目っすよね、エナジー10個。まあ、くれたよ、ということで。いや、ありがたいっす。で、今回やっていくのは、このスポットライトガチャということで、ブライトネス。メイド型のロボット。なんか、公式で言うには、その、メイドさんのメイドと、なんか、明るさのメイドを、なんか、掛け合わせた名前でブライトネスらしい、みたいな、諸説あります、みたいな言ってたんですけど、うん。まあそこは置いといて、このブライトネスがね、まあ強いんですよね。まず頭がトラップクリア、うん、トラップを取り除くっていうのと、やっぱ一番の目玉が両腕、うん、アイロンとクリーナーということで、マイナス症状をすべて解除、プラス2回マイナス症状を無効化するを味方全体に、ね、つけれるということで、まああのやっぱ今までね、その強い強いって言われてきたそのサンダーとかフリーズを、まあまあなんていうか、解除するだけじゃなくて、そのね、かかってない前にこれを使うと未然に防げるというね。いやー、これは多分結構強いで、あとなんか装填ん充填の速度もめっちゃ速いんですよね、確か。確かアイロンの方が充填速くて、クリーナーの方が冷却が速い、うん、みたいな感じ言ってたので、なんかすごい使いやすいみたいだね。うん、いや、このパーツは革命的というか、いや、あったらあった、僕のね、そのメダリーグのパーティーがまさにサンダーとフリーズに頼りっぱなしのパーティーなんで、これ来られるとすごい困るんですよねいや、ということで、ぜひ自分も欲しいということで、一応40連分かな、できるので、まあとりあえず意思が尽きるまでかな、うん、やっていこうと思います。はい、いやー出てくれたらいいな、意思が尽きるか出てくれるかみたいなとこなんですけど、いやーもうマジこの前のブラックメールでやられたんで、そんな課金はできないんですけど、まあ一応やっていきましょう。はい、まず10連目、うん、まあまあまあ最初はね、あ、悟空とか、はい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 、うん、まあまあまあ1回目はね、まあ、慌てるような時間じゃないので、はい、もう1回3つか、1個は欲しいな。あ、足やな。あー、まあまあまあいいでしょう。うん、できれば腕欲しいんやけどな。あれ、やばいな、もうあと2回しかできやんな
今回ちょっと課金はちょっとどうしても無理なんで、できればこの2回でブライトのやつを引けない。頼む、腕出ろ。あーはいはいはい、持ってないけど、うんうん、いやー10連ガチャラストです。今回もあっさりなんで、あ、終わりです。はい、終わりです。ちょっと待って、いやでもあのダストがまだ残ってるかもしれないんで、112個、あーちょっと足りないっすね。うん、いやーでもいくらなんでも味気ないかな。ちょっとカットしますね。はいはい。ということで、まあまあまあちょっとだけ、うん、気持ちちょっとだけ課金しまして、まあ2回だけ20年だけね、うん、追加でやっていこうかなと。もうこれ出なかったら本当にもうブラックメールの時みたいには、うん、行かずに終わりということで、1回ぐらいにじみして、あ、ティタンビートルか。うーん、1回も虹でやんって初めてじゃん、もしかして。それはちょっと悔しいな。あ、よし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 、まあ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 、まあ、来い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 。ああ、でもてっぺんいいわ。うん、あの射撃ガードの腕だけ持ってなかったんですよね多分。どうやったやろ。あ、足だ、ん、あ、腕持ってたか。あ、頭だけ持ってなかったんか。まあでも射撃ガード必要なんでね。うん、ということで、まあうちには来なかったですね。いやー、初めて、もう初めての爆死動画となりましたね。ブラックメールの時は無理したんですけどね、ちょっと今回は本当にもうブラックメールの時の無理で、無理がたたって本当にちょっと無理なので、ここまでになっちゃいますけど、まあね、ぜひね、手に入れてください。手に入れれるならね、まあ無理せず、うん、無理な課金はダメなので、うん、この両手ね、ほんとあのサンダーとかフリーズだけに限らず、そういう状態異常系は全部防げるっぽいので、まあそういうのにちょっと、うん、厄介やなと思っている人はぜひ、うん、狙ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。